吉田さん、動画のこのやりとりね、ずいぶんやってきましたけども、同じように他の人もやる例があります。私もね、いろんな人と動画のやりとりをこう並行してやってるんですけども、まあ、続かないですよね。うん、続いて1日1本の動画のやりとりですよ。まあ、あの、気が向いた時だけにやればいいとは言ってもね、なんかその、吉田さんとは1日何本もやりとりしてるんですよね。だからこのスピードと、まあ、この量でやっていくと、 まあそれが軸にあると稼げるのかなと思いますけども、こんなはっきりとした証拠があるのに、続かないんですよね。金稼ぎたいはずなのに、金稼ぐ方法をやらないんですよ。金稼ぎない方法にどん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 ね、寄っていくんですよ。で、金稼ぎない方法をコツコツやるんですよ。金稼げないだろうと思うんですけどね。なんでしょうね。いや、この動画の、あの、やりとりをワントゥワンでやるじゃないですか。肝心なのは、 その目の前の目前一人に信頼関係を作れるかかどうかってことなんですよこれが全てじゃないですかね。で私と吉谷さんみたいな関係が作れればそれは他の人まで攻略することはできると思うんですけどもこういうのなやり取りをね500本1000本2000本するような相手が見つからない人にやっぱビジネスっていうのはちょっと高いハードルとなって迫ってくるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、つまりこのワワンントゥね。 いうのエホバナ商人から始まったこの何気ないやり取りですけどもすでにこの中から莫大な売り上げが生まれてそして莫大な集客が起きていてで、えー、実績もこうやっての、ね、億万長者がシリーズみたいなの残るそして並行して他の人ともやり取りしてるっていうところを見た時にこのぐらいの量でやってまあね何千万とかね1億とか生まれるんだったら十分お釣りが来ると思うんですけどもこれでも不足なんですかね。もっといい方法を誰が探してるんでしょうかね。うん やっぱこうずれてるのかなと思いますよね稼げる道、稼げない道どっち向かってるんでしょうかいってらっしゃい